皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら大竹選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでですね、今年から阪神に移籍した大竹選手なんですけど、あれですね、現役ドラフトで移籍したんですけど、今回ね、覚醒させてね、長4まで持っていったので、ピックアップしようかなというふうに思っております。で、まあ、ホークスからね、移籍したんですけど、まあ、本当にね、自分は活躍してくれて嬉しいなっていうところだったりね、まあ、ホークスで見たかったなっていう気持ちもね、多少あるんですけど、まあ、本当に頑張ってくれてね、昨日もね、ホークス戦投げててね、まあ、ちょっと勝ちはつかなかったんですけど、最後ね、ホークスが逆転して、ちょっとね、複雑な気持ちやったんですけど、またね、大竹選手、今後ね、もっともっと活躍してくれると思うので、まあ、今日はね、ピックアップして、なんとか打たれないようにしたいなというふうには思っております。それでは早速能力見ていきましょう。球威70、制球73、スタミナ73っていうところです。まあ、どうなんですかね、セレクションは能力上がるんかな、やっぱり。まあ、上がらなくてもね、結構、全動値いけるっていうところで、まあ、使いやすくはあるんじゃないかなというところですけどね。でまあ、球種見ていくと、ストレート、カットボール、カーブ、チェンジアップに、ツーシームスライダーっていうところで、ホークスの時もね、覚醒で出てたんですけど、カットボールなかったっすよねっていうところで、まあ割と使いやすくはなってるのかなっていうところですね。まあ過去にはね、なんかスプリットがあったりしたので、ツーシームスプリットとかね、 D ランクとかでね出てたと思うんですけど、まあそこがねまた復活したりしてくればですね、大竹選手本当に強くなるなっていうところですけどね。でまあ特殊能力が安定感、20丸、内角、球持ちというところで、まあ割とコントロールとかね、タイピンとかついてもおかしくない選手なので、まあ本当にそこら辺ついてきたらリアタイ阪神純正必須にはなっていくのかなっていう感じなので、またね今後も期待できるなっていう感じなんですけどね。はい、なんですけど、まあ普通にこの能力でもね、自分はローテ入れようかなというふうに思ってるので、まあそういったところを見せれたらいいんじゃないかなというふうには思っております。それでは早速のアクセスいきましょう。どうぞ。はい、では1試合目ですね。やっていきます。先行ですね。まあなんとかちょっとね、援護をしておきたいなというところですね。はい。ちょっとね、今日はオーダー割とね、普段使わない選手とかも連れてきたので、面白いんじゃないかなというところでいきましょう。相手ピッチャーは、青柳さんです。まあなんとか打っていきましょう。まあ、大竹選手ね、本当に今シーズンすごいですよね。本当にセレクションとかでもね、登場してもおかしくないというふうに思うので、まあ、覚醒でもね、ゲットできますし、まあ、もちろん通常とかでもね、全然出ると思うので、はい。で、また来シリーズ以降とかに球種強化されていったらですね、どんどん使いやすくなっていくんじゃないかなというところで、はい。どうなんですかね、スプリットとか投げてるんですかね。まあ、タイピンとかコントロールとかはつきそうだなというふうに個人的には思ってるんですけどね。まあその辺つくだけでも全然ね、強くなるとは思うので、まあ今後にも期待できるんじゃないかなという感じですね。ぜひ飛びますね。はい。この3点と。さ、テリアク君ですね。佐藤さんもね、惜しい。ホームラン打ってましたね、ホークス戦で。はい。で、サンズも久々連れてきました。強いんですけどね、広角パワフル。全然スピ解放ね、やろうと思えばできるので、全然スピ解放したりともいいなっていう感じですけど、ちょっとやばいぞ、ノーアウト。で、5点取っちゃってる。さ、城島さん。城島さんも、さすがにスピリッツきつくなってきてますね。マジやばいやばい。強制しちゃうって、あの能力で持っていけるかっていう感じですけど。やばい。あ、おぉ、ハイエー近本さん。あ、まあ7点というところですね。十分なんじゃないでしょうか。ではなんとか抑えていきましょう。はい、というところで、カットボールが追加されてるんでね、本当に使いやすいと思いますね。全然今のままでも強いんじゃないかなと。本当にね、自分も全然入ってきますね。割と阪神純正はやってるんですけども、その中でもね、スプリッツも高いですし、ただまあ気になるところというのはあれですね、スライダーが後ろにあるのでめちゃくちゃ間違えるそこぐらいかな。まあ本当に和田さんみたいって感じですね、ホークスで言うと。まあちょっとコントロールじゃなくてタイピンがあるか和田さん、まあ最近のはないですけどっていう感じかな。でこの変化量の差もいいんですよね。このカットボール2とスライダー4っていうのが割とね、変化量の差があるので、個人的にはスライダー4が強いなというふうには思ってるんですけども、カットボールもね2っていうところで、本当に和田さんみたいですね。和田さんも多分一番強い時はスライダー4でカットボール2やったとは思うんですけど、はい、というところで本当に使いやすいんじゃないかなというところで、いいね。
徳野もね出ますね。内角は確かね能力落としてくれないと思うんですけど、制球が上がるんやったかな、やったとは思うんですけど、まあ安定感とね球持ちはしっかり落としてくれるので、球持ちまああれですね、制球上げてくれますね。うん、いいね。さあ、じゃあカットボール。本当にね、個人的にはね、スラカットめちゃくちゃ押してるんですけどね、あんまりついていう人いないですよね。結構スラカットしたいのも、個人的には抑えれるなーっていう感じで、まあその中にツーシーム混ぜていくといいんじゃないかなーっていう感じですけどね。ではもう一試合いきましょう。はい、では2試合目ですね、やっていきましょう。畑さん、高校か。ですね。はい、というわけで、まあなんとか投げていきましょう。ね、どうやったかな、相手の打率ちょっと見てなかったんでどんくらいか分かんないですけど、まあ、割と、右バッターにも攻めやすいですね。まあ、どっちかって言えば右バッターの方が個人的には攻めやすいかな、結構入ってくるスライダーってねゴロになりやすいって個人的には思ってるんですけどね、まあ、ただ無理やり引っ張られたりするとですね、結構ヒットになっちゃったりはするんですけど、まあ、要所要所でね、速い球投げてあげればですね大丈夫なのかなと。はいダメだ、もう俺に配球聞いたらダメですね。というところで、まあ、なんとかボール球振らせていきたいですけどね。でゲッツー行きたい、よし、ゲッツーいけるよいけんか、あの柳田さんというとこ、スプリットあれだけでねだいぶ配球、結構ツーシームもね投げていけるのかなと。 E はねちょっと小さいっすよね。なのでもうちょっとツーシームのね球威とかも上がってくれたらね強いんですけどね。いいね。でコントロールとかついたらねここら辺のボール球ギリギリのところを狙っていけるんですけど、ちょっとね制球73じゃ狙えないかもしれない。まあ、逆に良かったっすねナイス三振。さあ村上さんと、意外とね曲がるんですよね。なんでまあ結構、入れていってあげてもいいし、外に逃げていく球でもいいと。でまあ結構入れていってあげるとですね、カットボールも振ってくれやすくなるので、まあ、そういった形で攻めていくといいんじゃないかなっていう感じですけどね。左バッターはね、右バッターは、まあ、逆にカットボールね、インコースに入れてあげたり、でスライダーねボール球に投げてあげたりしたりしたらですね、結構抑えれるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、どうですかね、裏も回ってきたら見せようかなっていうところです。まあ2イニング目ですね、投げれますというところで、なんとか投げていきましょう。石井さんですねはい。でもさっき言ってたのはここのスライダーですね、インコースに外れるスライダー、これ入りそうもうちょっと確実なボールでもよかったかもしれないですね。はい、結構右バッターに打たれてますね。やっぱちょっとボール球勝負の方がいいのかなっていう感じはありますけどね。結構左バッターはボール球勝負で行ってたのかなと、カットボール振ってくれてたのかなと。こんな感じでね振ってくれるんで、振ってくれる人はね、まあ、そういった形で抑えていけたらいいんじゃないかなっていうね。ちょっとうわいいね、危ねえロハス、意外と守備もいいんですよね、 C あるんで。はい、というところで、やりバッターですね。うわ危ねえロハスだ。さあこれでどうでしょう。あ、お振ってくれた、ラッキー、まあそこねボール球でしたけど。はい、では大竹さんどうでしたかね、まあ、しっかり投げてくれましたね。1失点もしないかなっていうところで、まあ本当配球次第ではね強い方にも通用するとは思うので、本当に、まあ、自分なりにね配球考えていただけたらいいんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあまたね今後強化されるのかなっていうところなので、またねその辺楽しみにしながら今後ね、通常 S ランクとか、まあ、セレクションとかシリーズ2とか、まあ、ハニバとかもどうなんですかね、まあセレクション出たら出ないかっていう感じではあるとは思うので、またねどんどん S ランク出ていく選手だと思うので、ぜひね A ランクね取ってる方なんかはですね残しておいておくといいんじゃないかなっていうところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではイズでした、お疲れ様です。